はいどうも皆さんこんにちは。さあ続けて動画を撮っていきたいと思います。で今日はね取り上げたい内容が1点ございまして動画を撮っていきたいと思います。でまずはね内容を見ていただきたいわけなんですが画像を出しますね。はいってことで画像を出したわけなんですがこちらね皆さん何かわかりますか。まあおしゃれな写真だねってパッと見思うかもしれませんが真ん中に注目してください。真ん中にねウェディングベルがあるんですよ。でこちらのウェディングベルなんですがジューンブライド家具になります。具体的には最新のアップデートバージョン 1.10.0 で追加された家具になりますね。ただ追加されたもののジューンブライドのイベントを迎えるまで手に入れることができないんですよ。なので現時点で入手することができない限定家具になってるわけなんですよね。ただ一方でなぜか今めちゃくちゃねこのウェディングベルがネット上で出回ってるんですよ。で持ってる人もたくさんいらっしゃって結構カオスな状態になってますと。まずそういったお話ですね。でこれなんで今出回ってるかというとプレゼント企画ってツイッター上でよくやってるじゃないですか。この家具を無償で譲りますその間にフォローしてくださいみたいな、なんかそういったね内容が今出回っていて多分そこから入手した人が多いんじゃないかなと思ってます。まあ、要するに改造でこのジューンブライ家具を出して、まあ、それをね配ってるみたいな。でもらった人は嬉しくてこういった形で写真を投稿してるみたいな感じじゃないでしょうか。今こういった形でねかなり出回ってるわけなんですがこれね改造品なんでもし無償のプレゼント企画でこういったものが配られていても応募しないようにしましょう。結構ね応募してる人が多いみたいでツイッターとか見てるとまだ手に入れることができないはずなのにウェディングベルを使った映える島作りみたいな感じで写真投稿されてる方がかなり散見されますね。まあこれがいいのか悪いのか置いといて改造品は危ないので気をつけましょう。まずそういったお話ですね。まあ意外にね知らない人多いからこのウェディングベルはまだ入手することができないからそこは覚えておいてください。なんかここ最近ね一気にチートとか改造とかが出回ってるなっていう印象を受けますね。特になんかここ最近だとなんか空飛ぶチートっていうのがめちゃくちゃ流行ってるみたいで、まあ、今ね画像を見せたんだけど建物の上に乗ったりとか住民の家の屋根に乗ったりとか、あつ森の島ってもちろん島なので海に囲まれてると思います。でその海の向こう側に行ったりとかなんかそういったことができるみたいなんですが今こういったチートとかもネット上で流行ってるみたいですね。まあ飛び森からあつ森になってかなりチートとか改造は減ったなっていう印象を受けたんですがなんかここに来てさまた増えてきたんだけどこれどういうこと。確か去年の夏頃に任天堂が直々に改造データはバンしますってお触れを出してたと思うんですがそれを出してから一気にピタッと止まったんですよね。ただゴールデンウィークのこのタイミングでまたまた出回ってきてますよ。まあ多分ね普段からツイッターとかを見てる方は結構目にする機会もあるんじゃないかなと思いますね。ただまあ普通にプレイしてる分には何がチートで何がチートじゃないのか何を持ってたら危険なのかそこを把握されてない方も多いのでそこを実はあまり意識してないという人が多いからまあそこはね改めて考えていく必要性があるのかなと思いましたね。はい、まあとりあえずそんな感じですと。まあ最近あまりにもねなんかこういった改造品とか出回ってるんでちょっと取り上げてみました。ただその無償企画っていうのは改造品の可能性もあるから本当にね考えてから応募するべきだなと思いましたね。なので皆さん気をつけてください。まずはねそれを言いたかったわけなんですよ。はい、まあそんな感じかな。あとはですねまだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたらぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。さあそういったところでフランサーちゃんの家にやってきました。お金よこせやー、朝から会えるなんて思ってなかったから訪ねてきてくれて嬉しいわ。ちなみにねフランサーちゃんの口癖はお金よこせやにしましたね。素敵なケロケロケロッピーなセットアップ、あなた本当に何でも似合っちゃうのね。そうだわ、いいもの持ってるのよ。牛の骨なんだけどその服のカラーがよく映えると思うの。いや映えないよ、間違いなく映えないから大丈夫だ。牛の骨はいらねえよ。え、絶対合わないよ。なんで牛の骨なの。私からプレゼントさせてもらうわ。ああ嬉しいけどと、それは違うんじゃないか。気が向いたら今のコーデにプラスしてみてちょうだい。いや普通に俺これでいいんだけど普通にこの見た目でいいわ。あらごきげんよう、どうかしたの。私最近陶芸にハマってるの。あ、そうなんだ。陶芸、なるほどね。虫になって土をこねているとなんだか落ち着くのよね。最初から器を作るのは難しいから
まずは自由なオブジェから作り始めたの。え？粘土遊びじゃないかって？と、陶芸よ、金くれい。めちゃくちゃ金好きだな。うちの島民たち好きすぎだろ。どんだけお金請求してくるんだ。私に何か用事かしら。実はブーケさんから借りっぱなしになってるものがあるんだけど、ずーっと借りてるうちになんだか返しづらくなっちゃったの。借りパクやん。なんか小学生時代に借りパクってよくあったよね。別に悪気はないんだけど、シャーペンとか消しゴム借りててそのまま返し忘れるみたいな。で、気づいたら借りパクになってたっていうね。結構あるあるな気がするわ。誰しも一度は経験あるんじゃないでしょうか。ミスった仮パクしてたみたいな。全然意識してなかったけど仮パクになってるっていうこと結構ありますからね。気をつけないといけないわ。さあ、そういったところでちょっとね、ブーケちゃんにこれを返しに行きましょうか。なぜかフランソワちゃんが仮パクしたものを俺が返しに行くっていうね。仮パクしてて直接返しに行くってなかなか勇気いるよね。そういえばあたいちょうどシャボーに会いたかったんだよね。ほんまかいな。ほんまにっていう。預かり物でーす。う？何かくれるの？ってことで、そんな君にはこれをプレゼントしよう、ブーケさんへ。ほらよ。君はこれが欲しいんだろう。何これ？あ、そういえばフランサーちゃんに貸してたんだっけ？この包み紙のチョイス、大人っぽさに溢れてるわ。ま、中身は普通のなんだけど、普通なんかい。からの突然無茶ぶりクイズ。え？え、やっぱりさ、会話のパターン絶対これ増えたよね。え、こんな昔なかったでしょ？これの中身は一体何でしょうか？当たったらいいものあげるよ。あ、けどあった気がするな。いや、ごめん、あったわ。多分あったね。このくだりはあったわ。服、家具。いやー、それはわからないよ。まあ、服だったら服でなんかいろいろ問題がありそうだから、まあ、ここは家具っていうことにしときましょうか。家具でいいんだ。じゃあ開けてみるよ。おいー。違うじゃねえか。ショッキン。正解服でした。残念。外れなよ。クイズ惜しかったね。ま、それはともかく届けてくれてサンキュー。フランサーちゃんにもよろしく言っといて。ああ、フランサーちゃんによろしく言っとくわ。なんか俺がパシリみたいだね。なになに、与えてアイドルごっこでもしたいの？世間話でもしようぜ。島で一人暮らしって自由気ままで楽ちんなんだけど、たまーに寂しくなることあるんだ。だから考えたの。ブーケの家で遊ぼうサークルを立ち上げようかなーって。どういうサークルや。大学でもなかなかないぞ、そんなサークル。どういうサークルやね。まあ別にいいんだけどさ。まあそういったサークル作るっていうのはさ、なかなか個性的でいいんじゃないでしょう。自分の家で遊びまくってもらったら、楽しい思い出が染みついて、きっと寂しいって思う日もなくなるよ。もし、発足したら、シャボーも入ってくれると嬉しいな。いやー、入るかどうかわからないよ。まあ気が向いたら入るわ。そういえば皆さん、ユニクロ島には行きましたか？確かね、ユニクロ島は、2日前ぐらいかな。まあ、2日前ぐらいに公開された島なんですけど、一応ユニクロさんが作った公式の島になるかな。あの島ね、めちゃくちゃクオリティが高いんで、ぜひね、一度見に行ってみたらどうでしょうか。あれはね、見て損はないと思うよ。ガチでね、ユニクロが完全再現されてた。びっくりした。え、あの島さ、作ったの絶対あつ森ガチ勢でしょ。なんだこの島ってなったんだけど、いやー、あれ作るの相当時間かかっただろうね。毎朝作るだけでも相当時間かかりそう。まあ、とにかくすごかったわ。はい、ということで今日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録をお済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを期間にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。